はい、今日も将棋をずやっていきたいと思います。さあ、4級の方ですね。対局開始。さあ、早いな、指し手が。これはなんか一気に棒銀が来るのか、どうなんだろう。まあ、これはね、囲っていきましょうか。銀が上がってくると思うんですけど、どう来るかな。縦に使ってくるわけですかね。いきなりついてきそうな雰囲気はありますが、ちょっと嫌だな。なるほどね。これはそうですね。銀で頭狙ってきてるのかな。これ上がってくるのかな。これ銀上がっときましょうか。さて、まあここは一旦美濃囲いですかね。飛車回っとくか。一回飛車回って、これでそうですね、まあ引いといて、まあこれで相手はもう手がないとは思うんですけど、そうですね、これはまあ一歩もらえるからありがたいですかね。これは銀が角ただだけど、なんだろうこれ、角ただな上に香取りが受けないといけないですね。どうなんでしょうね。無理攻めにしか見えてないんですが、まあ一回銀を引く、まあ、わざわざ相手の手に合わせる必要ないかなという気がしますね。さあ、これは角入って、まあ、かなり優勢ですかね。そうですね。さあ、一回囲ってから戦う？いや、そこまでやらなくても勝てそうだけど、香車打ったりとかも見えますし、そうですね。香車打つか。まあ、一回美濃囲いにしておきましょうかね。これは、銀取りにしたいと思います。まあ、歩ついてくるんですかね。はあ。どうなんでしょうね。これ、ズンズンいけば。そうですね。ズンズンいけますね。先に、なれるというところで。これはそうですね。王手飛車にはならないけど、そうだな。角打ち一個引いて、まあちょっと微妙かな。まあ、これはでもまあ銀と解いて、うなり、まあそうですね、ここ桂馬と出して、まあ優勢ですかね。これでそうですね、まあどう攻めるかな。どういう攻めでもいけそうな気がしますけど。まあ、わかんないな。ちょっと。わかんないですね。さあ。これはね、王手していきたいと思うんですが、重いかな。
うん。これは、そうですね。竜取って、角、どっちの方がいいかな。ちょっと重いんですよね。まあでも取るか。ならずで取っといて。うん。桂馬。そうですね。これは、まあ、桂馬取っといて、この時に、竜入るかな。さあ、金打ってきますね。どういう手でも結構厳しく見えるけど、どうだろうな。普通に取ってきましょうかね。うん。まあこれはほぼほぼですか。ほぼほぼ決まってはいるけど。5分。銀を渡すとまたあれなんですけどね。銀どうだろうな。銀打ってきて、そうですね。どう決めるかなんですけど、いろいろ考えられますが、まあ、そうだな。どういう手がいいかな。まあ、ふーっといって、そうですね。桂馬かな。さあ、これでほぼほぼなのかな。飛車取りに行きますか。同竜で、さあこれで、そうですね、どういう詰まし方がいいのかな。違う。これでどうだ。3分。ちょっと待ってよ。角打ち？角打ち詰みか。はい、ということで、まあ、いっぱいした後だったんですけど、なんかすごくね、気力離れた方と当たっちゃったので、ちょっと一方的だったんですけど、まあ、結構ね、時間が割とギリギリだったかな。ギリギリでもないんですけど、うん。まあ、なんか攻めがね、結構鋭そうな感じで、まあ、きちんと受けないと危なかったかもしれないですかね。なんかちょっと最後、詰まし方、気持ち悪かったんですけど、なんかもうちょっといい攻めがあったかなという気がします。はい。
はい、次も勝っていきたいと思います。対局ありがとうございました。